マハーポー社は、かつてオウム心理教の関連会社である、株式会社マハーポー社が経営していた、PC、a t 互換機の自社組み立てパソコン、いわゆる、ホワイトボックスパソコンを販売していた店舗、およびそのショップブランドの名称である。掛け声を交えたチラシ配りを、千代田区外ンダの路上で通行人の目を引くようにして、行い、他社と比較して大幅な安値で PC を販売した、ことで、 秋葉原に通う者の,の間で有名になった。1990年代前半に最盛期を迎え、1995年の地下鉄、サリン事件を機に休業し、2002年に廃業した。同社はパソコンの店舗販売のほかラーメン店、うまかろうやすローティンを経営していた。マハーポー社の社名は社長である、朝原昌光が直々に命名したものである。 掛け声を交えたチラシ配りを、秋葉原の路上で通行人の目を引くようにして行い、修行の名目で、オウム真理教の信者を働かせることで、人件費を完全になくし、他社よりも大幅な安値で PC を販売したため、営業当時は、秋葉原に通う者の,の間で有名であった。東京南青山、秋葉原、大阪電電タウン、京都、名古屋大須商店街、札幌など、 日本国内に6店舗点在していた。また、中華民国台北市には、大繁栄という市局が、オーストラリアの西オーストラリア州には不動産会社、マハポー社オーストラリアが設立されていた。オーストラリア市局では、同会社名義で1993年7月に、牧場を約50万オーストラリアドルで購入の上、大量の薬品類を持ち込み、化学物質を製造し、 それらを使って羊に対する毒性の実験を行っていたとされている。西オーストラリア州警察は同牧場で羊の死骸を発見、土壌からサリン残留物のメチルホセホン酸を検出。経営主体の株式会社マハーポー社の事務所は当時東京都港区南青山にあったオウム心理教の当時の本部事務所と同じビルに置かれていた。当規模の記載によれば、 株式会社マハーポー社は1992年1月14日に設立。資本金3000万円。一連の事件後は役員変更の登記が全くなされていなかった。2002年10月の法務省による休眠会社の整理のため、旧商法第406条の3の規定により、同年12月3日付で解散したとみなされた。 みなし解散からすでに3年以上が経過しているので、もはや会社の継続は不可能となり、みなし解散から10年が経過した2012年12月3日、法人格が消滅した。他のショップブランドのホワイトボックスパソコンと同様に、台湾、中華人民共和国などから部品を輸入して組み立てる手法であったが、 信者が修行の名目で無報酬で組み立てていたので人件費が極端に安かった。そのため他店よりも割安であるにもかかわらず営業利益は大きく、これらがオウムの資金源の一つになったと言われる。組み立ての実作業は上喰式村や八潮市にあったサティアンで行われていた。注文は現金前払いで、 納期2から3週間がルールであり、現金の持ち合わせのない客からは、クレジット申し込みを預かり、PC 受け取り時に現金と引き換えに返却することで、代金の取りはぐれのないシステムを確立していた。完成品の他に、パーツ単位での販売も行っていた。信者が同時に、客からのクレームなどに対応していた。しかし、サポート能力はあまり高くなかったとされ、 オウム心理教関連点であることやメーカー保証が期待できないことを恐れないパソコンマニアたちによく利用されていた。1993年から1994年頃にかけてユーザーサポートのためにパソコン通信の掲示板を開設していたことがある。しかし、掲示板の管理者が意図的に書き込みを削除、改ざんしたり悪質なユーザーによって いたずら書きが横行するなど、後輩が進んでいた。この時に掲示板に参加した人々によって、一般人による、オウム心理教関連転の観察を行う団体、マハアッポー社同窓会が結成されることとなった。秋葉原では、ドス、V ハットと称する PC を模した帽子をかぶった、信者による派手なビラ配りが知られ、ビラは、マハアッポー写真文などと称されていた。 数人で組になり、ドス、V パソコンが、激安だ、あるいは、激安激安、激安だという独特のリズムの掛け声と共にお辞儀をしながら、ビラを配る姿は、一時期秋葉原裏通りの名物となっていた。大阪電電タウンの恵比須町駅入り口でも、ビラ巻三重師と呼ばれる信者が、盛んにビラ配りを行っていた。最盛期には、 新聞によく似た外見で10ページ以上ある PR 冊子ザ・コンピューターを通りで無料配布していた。広告のほかパソコン関連のニュース、マイクロソフト・ウィンドウズ操作のノウハウ、仕事上の裏話、漫画、ドス、V 仮面などの内容であり、記事だけを見る限りでは宗教的な色彩は全くなかった。しかし、広告ページには、 宗教的な独自ブランド名を付したショップブランドパソコンの宣伝があるなど他の一般的なパソコン広告誌とは異なる雰囲気を漂わせていた。当初は南青山店のみの営業で秋葉原の路上で獲得した客を南青山まで誘導していた。その後、前述の通り海外を含む数カ所に店舗を広げていった。マハーアポー社は1995年くれまでに 全店閉店し、入れ替わりにトライイゼル、ザグレースフル、PC バンクの3店が、秋葉原にて営業を開始するようになった。また、1997年には、ネットバンクが開店し、時を同じくして、西新宿にて、ソルブレインズという店舗が営業を開始した。各店舗に共通する状況として、 ビュートップブランドのビデオカードを全面に押し出して販売するという特色があった。トライサル、ザグレースフル、PC バンクの3点はいつも同じ場所でビラ配りや宣伝を行っていたが3点のビラに掲載されている値段表を見比べると同一商品について1円単位の波数まで一致していることが珍しくなかった。これらの店は 開店当初からマハーポー社の後継点であると、マハーポー社を知る人間の間で疑われていたが、店側は、そのようなことは、一切ないとして、マスコミや警察を批判した。だが、トライサル店長の逮捕や、警察からの強制捜査を経て、2000年1月までに、すべての店が閉店した。閉店に際しては、店のシャッターに閉店までの簡単な経緯と捜査の、 不当を訴える張り紙が貼り出された。オウム心理教内では、コンピュータ事業部門は CMP と呼ばれ、オウム事件後の1990年代末期でも1日500万円を稼いだ店舗もあった。他店ならば2万円する白物が1万3000円で、買えるなど、事件後も根強い人気があった。これらの収益は、物件の購入や、教団内で1999年に来ると、 信じられていたハルマゲドンに備えるためのシェルター建設に使われた。2000年7月、オウム心理教事件被害者への弁済を目的として、y 2 p c というパソコンショップが東京都台東区北上野に開店した。代表取締役に映画監督の山際映像と山中幸男が就任し、従業員はすべてオウム心理教の信者であった。2002年に、 インターネット販売専門となり、2005年1月31日までパソコンの販売を続けた。翌2月1日から、同店のウェブサイトはアフィリエートサイトとなっていたほか、山際は同一住所で株式会社ウィズテックという社名でパソコンハードウェア販売卸売業を行っており、同社は2000年に設立されたと記載があるが詳細な遠隔は不明である。 いずれも1995年までに閉店。AB、マハーアポー社など、オウム心理教運営の PC ショップはそれからどうなったのか。タイムステップス、2019年5月15日閲覧。平成8年警察白書第1章第1節警察庁、2011年9月3日閲覧。日刊スポーツ1995年5月12日付。 株式会社の経営者の方へ休眠会社整理のお知らせ法務省ウェブサイト。商業登記規則第81条の規定により、解散した株式会社は、生産が終了していない旨の申し出がない限り、解散から10年が経過すれば投機間は、当該登記記録の閉鎖ができる。ABCD クロンクロサ1996、大人のハッカー特本。 世界暗黒電脳列電、ジャパンミックス ISBN 970波、力40派、683213030、エマは証拠、魂の領収 P71、オウム心理教の活動経緯の総括。 光の H. T. T. P. S. コロンスラッシュスラッシュ W. 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 ドット W. I. S. T. E. C. H. ダッシュ L. T. D. ドットコムスラッシュカンパニー。H. T. M. L. 会社情報。H. T. T. P. S. コロンスラッシュスラッシュ W. 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 ドット W. I. S. T. E. C. H. ダッシュ L. T. D. ドットコムスラッシュグリーティング。H. T. M. L. ご挨拶。ウィステックマヤ電機の。創業者を描いたドキュメント小説。 安売り時代、秋葉原闇の仕事しても、マヤ電機がマハー傍者によって、かなりの営業妨害的なダメージを被ったと書かれている。ただし、こちらでは、マハー傍者の存在や活動が、即、マヤ電機の廃業につながったとまではされていない。ありがとうございます。